どうもこんばんは、平井弘明です。ダフってますか？ダフってます。ダフってます、うん、なんでダフるんでしょうね。平井弘明のワンナップゴルフ。知ってます。どうしました？知ってます。なんでダフるか。へへへ、ヘッドが走ってないからです。ああ、そうなんです、そうなんです、そうなんですけど、例えばね、うん、コックをする方、うん、ノーコックの方によってもダフり方が変わってくる。あ、うん、例えばコックするノーコックって言ってこうやってあげるって、入射角とか入射が変わってくるんだよね。もちろんこの使い方もそうなんだけど、例えばコックをする方だったらコックを使った度合いよりもリリースが強くなったらダフりますよね。そうだから、例えばハンドファーストに当てたいんだったらコックした度合いよりもリリースしなければこうやってホールドできるじゃない、うん、だからそういうのが、あ、そういうことねってなってきたら考えることじゃない。ダフってんだったらじゃあリリースが強いのかリリースの仕方が悪いのかとかってあるんだけど、例えば俺よく言うんだけど、こうやって出してるつもりでも、うん、こっちにこうやって巻き込まなきゃいけないよってことなんだよね、うんうんうん、これは出してるだけじゃん、うん、これは、うん、でもさ、そっからさこうしなきゃいけないわけじゃない、はい、そう、立てるにしてもこうやってこれだけじゃ出したことにはならないから、ダフルっていうのはやっぱり自分のセンター、ここのセンターのここよりも必ずヘッドがこうやって後ろにあって寝るときなんだよね。こういう状態、こういう状態がスイング中にこうやって怒ってるってことなんだよ。これが胸の正面だよ、うん、そう、ここよりも遅れて下がったら絶対ダフるんだよね、こうやって。だから必ず自分のこのセンターを指してる動きの向きにクラブヘッドがないと必ずダフる。なんでセンターにあるとダフんない？ん？センターにあるとダフんない？センターにあるとダフんない、なんでだろうね。そこが結局センターにあれば最下点じゃない？そうだよね、うん、だからそこに最下点に向かって体って動くから、うん、そこよりも例えばね、これが最下点がここにあって、うん、ここにあってそこをさ、例えばこうやって通過するじゃない、うんうんうん、したらどん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 今度右サイドがこうやって下がりながら回転してるでしょ、うん、でその遅れたところにこうやってクラブがあるわけだから、うんうん、やっぱこうダフりやすくなるわけよ。あ、そこでボールに向かって打つんだから、はいはいはい、でも最下点に向かって前提として体を振ろうとしてるから、うん、そこよりも下がることはないんだね、うん、クラブヘッドがこうやってだからずっと最下点をめがけて振ってたらそれ以上クラブが下にはいかない、こうやってなんない限り、はい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 、うん、だからまあダフりづらいとかまああると思うんだけど、深くは分かんない。いや、その話なのかなと思って聞いたんだけど、うん、多分そういう感じだと思うんだよね、うん、ノーコックの人って今言ったことの真逆なんだよね。ノーコックの人ってヘッド出せば出すほど左行くの、でそのヘッド出さなければ右に行く、うん、だけどコックする人ってヘッド出さなかったら左行く、うん、ヘッド出さなかったら左行く、うん、でコックする人がヘッド出したら右に行く、うん、そう、あの反応が逆なのボールの。そうなんだ、うん、ノーコックの人がヘッド出したら絶対左行くんだよね。ラグを作る人っていうのはさっきのノーコックの反応と逆でリリースをしてあげれば右行くで、ホールドして出さなければ左に引っ掛ける。それはこうやってホールドして降りてくるでしょ、うん、降りてきてラグがあって溜めてるからフェースは開くであろうと思ってこうやって閉じに行くわけでしょ、うん、でインパクトでこうやって戻ったら、うん、前回も言ったようにこうやってフェースは閉じるわけよ。そう、でもノーコックの人ってラグがないからフェースをもそもそもアングルが変わらないから、うんうんうん、フェースをまっすぐ戻そうとはしないわけ、うんうん、だから戻したら戻したっていうか閉じたら、うん、出したら左に行くわけ、うん、その違いがある。だからこれでさ動画がもう2つに分かれてるわけじゃない、うん、そうだね、そう、だから出したら左行く出したら右行くとか
出さなかったら右行く左行くっていうのがもうタイプによって違うからっていう、違いに言えない、言えない言えない、だからスイングを見なきゃダメっていうのもそういうところ、うんうん、今日の方もそうだったんだけどね、うん、そうだから、あ、これ動画で言おうと思って、あ、うん、なるほどね、イメージはもちろん出したら左、出さなかったら右のイメージがあるんだけど、うん、それはスイングタイプによって変わりますよってこと、うん、まあ、あのオンラインサロンメンバーの方がもう9割9分レッスンに来られてて、うん、でそういう方にはそういうのはどういうことですかと聞かれたらもちろん詳しく説明するんで、そういうのはまあありますね、うん、ゴルフって、うん、どうすればダフになっちゃう、ヘッド出せばダフになるやっぱそうなんだ、あとね、いや、あ、そうか、ゼロになれば、そうそう、あとはこうよね、こうでもいいし、うん、その手の位置を変えないでこう出せるから、ね、こう、こう、こっちに、こっちにこういけるかどうか、そうなんだ、そう、このラインに必ずどこかにこうやってシャフトがはまればいい、うん、こうやって、うん、こうじゃないし、こうじゃないし、だいたいね、こうなる、あ、みんなやっぱ外側に行っちゃうってこと、外側に行くし、ヘッド垂れるし、やっぱりね、こうやってなってこないとここが加速しないから、使うでしょ、頭の中のイメージだけで聞くから、だからもうダラーンってなんだね、ヘッドが、確かになんかこっちでフォローでビタってクラブ立ってたらなんか寝てるイメージないもんね、ないでしょ、なんか寝て立てられるのかなって感じだけど、そうか、こういう感じ、うん、そうで振ってく感じ、あのね、この間レッスンした人がね、うん、俺アドレスでこうやって、うん、こうやって構えてて、うん、ここ触ったの、うん、こんな硬いんですかって言われて硬いっすよって。でも別に歯食いしばってるわけでもないし、うん、クラブがこうしっかりコントロールしたい、人間コンパクトを作りたいから、うん、ここ左腕でね、だからこっちはきつめですよって言った。で、そのコンパスをこうやって使ってるだけだから、うん、はあ、こっちはだからめちゃくちゃ緩いもんね、うん、それは球散るよね、絶対曲がる、うん、こうやってこうやってやってるから常に、あ、下になの、下にこういう感じなの、イメージは、そうするとずっと一定の外に圧がかけられるから、うんうんうん、ちょっとまあスイングプレーも安定してくるし、左で下に押しながらこっちこうやってたもんね、だやりやすいよね、こういう状態、うん、そう、これをまあうまく使ってあげて打ってるから、うん、そのイメージでやるとダフりづらい、やっぱここがキープできてないからダフるわけ、もうそれが一番下だからそれ以上下がんないよね、そう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 、でボールに遠く立ってるわけじゃん、うんうん、そしたらさ、こっから近づいたらさ、ボールに当たんないからさ、うん、ここに振るんだから、うん、近くにこうやってなったってボールに当たんないし、ボールに当たんない、そうで、ボールに行こうとしたら、うん、ダフれない、うん、何それ、ムカデ、ムカデ、やば、やば、やば、でかすぎでしょ、アイアンヘッドこれぐらいですよ、うわ、ありたい、ムカデ、アリが勝った、この学校出るからね、マジで、ね、うん、ダフリっていうのは、うん、とにかくヘッドがこうキビキビ動いてないのとか、体の動きよりもクラブの動きが勝ってるとダフれないんだけど、体の動きが勝っちゃったりとか、自分の出したい出力とか打ってる感じの強さよりもクラブがだらしなく動いたら必ずダフる、なんでヘッドを強く動かすって俺何回も言ってるんだけど、その意識があると、まあ、ダフりづらくなってくる、あとは今日やられた方、アイアンが噛むんだよねって言ってたんだけど、1球目から噛まなくなったから、1球で、1球で、1球目から噛まなくなった、それちょっとオンラインサロンの方でやらせてもらいますんで、どうぞよろしくお願いいたしますダフりたくなかったらヘッドを動かしてくださいっていう動画です、はい、ムカデが大きいっていう動画です、間違いないです。
ペットの約2倍ぐらいありましたね。やばくない？やばい。茨城はご飯が豊富でございます、ね。あれでかかったね。あれやばいね。タイトル決まりましたね。ムカデがでかい。はい、誰が見んだって。あと軸の問題とかもあるんですよね。あ、ダフルって後ろになったらダフル、まあダフりやすいって言われてんだけど、うん、意外とこっちになった方がダフる人もいるのね。そうだから本当にどういう原因でダフってるかっていうのが見てみると分かんないから、何通りもありますよってことです。だからダフってるきっとこれなんだろうって思わない方がいいですよ。もっと違うことかもしれないんで、うん、まあ、ちょっとその辺は見させてください。はい、ではダフらないようになる動画になってくれたらいいなっていうところです。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。